なんでこんだけね、日本がこの狭い国土に外国人受け入れなきゃいけないんだって話なんですよ。今どん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 外国人が日本に入ってきて日本に居ついております。それも日本の法律さえ守らない外国人です。で、都合が悪くなれば、私外国人ね、日本語わからないね、これで何もかんも不起訴になるんですよ。こんなことが続いていいわけがないんです。確かにこれは国政の問題かもしれない。でも東京都だって同じなんです。言っておきますけれども、そこにいる警察官もそうだけれどもね、警察官というのは地方自治体に所属しています。警視庁というのは東京都に所属してるんです。国家が持ってるのは警察庁、地方が持ってるのがですね、警視庁なり各都道府県警ですよね。ですから警察の指揮を取るのは東京都知事なんです。この東京都知事が皆さんの先頭に立って外国人犯罪許さないと言わなくて、一体誰が言うんですか。ここ日本ですよ。日本において外国人が犯罪を犯す、これはまず最初に断罪されなければならないことなんです。ここは日本であり、我々は日本人、その生活と安全を守るのであるならば、一番最初に外国人の犯罪を追及しなくてどうするよ。それさえできなかったのが今までの日本なんですよ。今日本では外国人の犯罪はですね、警察が次から次へと不起訴にするんです。どん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 不起訴になってる。外国人の犯罪を見て見ぬふりがされているということなんです。であればね、であれば最初からその元を立てばいいだけの話なんですよ。日本に犯罪外国人はいらないんです。